こんにちは、たけです、最年長実況ゲーマーのたけです。じゃあ早速行きましょうか。バイト探しですね。港でのバイトですね。まあいつも通り挨拶を。イネスさん、あれイネスさん、俺後でちょっと皆さんに挨拶していきましょうか。とりあえずチンですね。さて、なんかあるのかな。親父。ああ、香港に行くか。香港に行く。なるほど。まあそのためには倍しないとね。おー、こっちか。よいしょ。ミネさんはどこ？ミネさん、食べましょう。おはようございます。ミネさん。リオさん、最近バイトを探しているとお聞きしましたが、突然バイトだなんて。ぼーっとしてると、あの日のことを思い出してしまうんだ。まあ、だから、そうでしたか。まあ、働いてる方がいいからね。わかりました。イネさん、リオさんですか。あまりあの日のことを思い詰めないでください。ああ、よいしょ。まあとりあえず、あれあれあれ、こっちか。まあ例のごとく500円いただいて来ましたかね。まあ、庭で修行していきましょう。行きましょうか。あれ、おらへん。練習してみるか。あれ、今日おらへんの。まあ練習しようか。怠けたら腕が鈍るからな。まあね。めっちゃ早なってんな。いまいちなんですよ、これ。いまいちっすね。こんなとこか。はい、まあ、とりあえず、やめときましょうか。行きましょう。OK。変わってるな。よいしょ。とりあえず猫ちゃんに会いに行きましょう。 OK。 お、ムービーや。ん、あ、猫ちゃんムービー。あ、お兄ちゃん。めぐみちゃん、どうしたんだい。ほら、あんなところに。足が治ったからな。元気やな。まあまあ猫やからな。心配ないよ。猫は高いところが好きなんだ。もっと上げるよ。そうなの？はあ、おお、すげえ。びっくりした。足は大丈夫みたいだ。もう心配ないよ、めぐみちゃん。うん、じゃあね。うまいね。バイバイ。
うん、いいね。おお、原崎。原崎。その薬は？いいね。心配だったから。そうか。塗り薬。ななみお姉ちゃん。足、うん、もう大丈夫だよ。うん。可愛いな。薬もういらないわね。じゃあお店の手伝いがあるから。可愛すぎやな。原崎。じゃあ行きましょうか。早いな。もうおれへん。もう追いつかれへんわな。ムービーやから。もうちょっと原崎と喋りたいっす。とりあえず。中村。何？何してたんだ。天然っぽいね。息抜き、受験勉強の。そうか。私の目標ね、ほぼさんになることなの。だから頑張らないとね。頑張りや。私子供大好きだから。いいね。頑張りや。なんかお母さんにするな。うん、またね。よし、行きましょう。とりあえず港の場合探さなあかんな。この辺でヤンキームービーなかったっけな。この辺でなないな。前やってんけどな。終わっちゃったかな。これなかったかな。うん、とりあえず。お、あの、あ、いつもどうも。またよろしく。そのままか。そのままっすか。とりあえず港に行きましょう。港に行って。バス待ちっすね。あ、もう来てないか。いつや、45分か。ああ、バス待ちっすね。さて、バイトどうあるんやったかな。バイト探しに行かなあかんねんけど、イベントがあったんかな。どれ探したらいいんやろな。ちょっと分からへんな。この間18番行って監督に聞いたけど分からないって言うて、ほんで事務所に行ったんですよね。事務所に行ってもなかったもんね。だからどうするんかな。どうなるか。お、バス来た。お、 OK。さて、バイトどこでゲットするのかな。覚えてないな。まあとりあえず探しましょう。バイト探し、まあフロム屋があったらね、バイト探しできるんやるけど、この当時フロム屋じゃなかったよな。当時でバイト探し何やったかな。俺はまあバイトしたことないからな。なんか親の手伝いばっかりされとったから。あ、この辺来るの。すいません。お、来てるんや。バイトの募集ってやってませんか。バイトか。それなら監督に会ってみろよ。その方ってどこにいます。昼だったら。あ、12番倉庫。あ、昼、あ、12番倉庫ね。おお、昼ね。オッケー、オッケー。ありがとうございます。昼前な。もうすぐやんけ。12番倉庫ね。あの、はい。港でバイトしたいんですが、誰に聞いたらいいですか。募集打ち切ったばっかなんだよ。他当たってくんねえか。わかりました。とりあえず12番倉庫やな。12番倉庫は多分あそこあったよな。12万そこあそこもね。オッケー。
昼。あ、久坂さん。久坂さん。久坂さん。りょうくん。この辺りでバイトを探してるんです。募集してるとこ知りませんか。さあ、私にはわからないから。久坂さん昔美人になったよな。そうですね。聞いてみます。昔絶対美、まあ今でも美人やけど。昔結構美人さんやったよな。一応釣りの。すいません。ん？港で働くには誰に聞いたらいいですか。港で働いてる人に聞いてみれば。まさかやな。オッケー、昼ぐらいに。12番倉庫やもんな。ここか。ここやもんな。この辺ちょっとおろうか。あ、動き出した。ムービーいた。あうちー何や、明るいな。喧嘩売ってなかったっけ。元気ないっすね。困ってんだったら力になりますよ。喧嘩売ってなかった。まあ、これでも港のことには詳しいんすよ。あ、そうなん。え、いつの間に、いつの間になんか、喧嘩売ってなかったっけ、お前。港で働きたいんだ。どうしたらいい。船乗りになるんすか。かっこいいっすね。船乗りじゃねえよ、バイトだよ。でも俺、船ダメなんすよ。すぐ酔っちゃって。キャラが。もういい。ちょ待ってくださいよ。なんとかしますよ。なんか船から荷物を運ぶ仕事の親方なら何かしてもらって。本当か。兄貴のためになんで、ね、なんで、え、兄弟いつの間にか頼まれへんのかよ。じゃあ明日の昼12時に第1倉庫の青い大扉の前に来てください。第1倉庫ね、了解です。大倉庫の青い大扉の前だな。了解です、はい、じゃあその時。ムービー始まったんや。 OKOK。 とりあえずゴロだね。おー、だいぶ先すんだな。とりあえず、そうっすね。うるせえんだよ。おー、また喧嘩やな。あっち行け。うん、すげえな。お、走ってる人に。ああ、走ってる人に。無理。ちょっといいかな。ああ、違う違う。邪魔だよ。話しかけんな。走ってる人に聞いたんだけど、この人と会話できるか。会話できるか。できへんな、やっぱ。走ってる人には会話できへんな。入れんのかな。13番、そこそれも時間一応入れんねんな。すごい、一応入れるやんけ。入ったことなかったけど一応入れるんやな。ちょっと入ってみようか。入れるんすね。とりあえず昼間であれやから一旦帰ろうか。帰ってガチャりますか。14番速入れるのかな。一応全部入れんねんな。なんかでも戦えるとこあったよな。練習できる場所あったよな。あれ何番倉庫やったかな。確か練習する場所があったんだよね。この辺じゃなかったっけ。でもまたこっちか。ちゃうな、ほんなら。練習する場所ってどこやったっけ。お、さっき入れた。もっと1番とか2番あたりかな。練習できる場所があったんだよね、確かね。何番倉庫やったっけな。とりあえず練習する場所が2番倉庫かな。お、出てきた。練習して、あ、
この辺無理か。なんか練習する場所あってんけどな。とりあえず明日になるから帰りまっか。3番倉庫練習してみるか。これ練習できそうやけどな。まだ練習無理なのかもしれない。とりあえず帰りましょうか。まあ一応いろいろ話聞こう。あのちょっといいですか。急いで行くところがあるんで別の人に聞いてくれるかな。了解です。とりあえずすいません。すいません、フォークリフトが出入りしますので立ち止まらないでください。わかりました。了解です。とりあえずあの産まないけどまた来た時聞いてよ。ほとんど会話できへんってやつやな。まあ、とりあえず帰りましょうか。とりあえず帰って明日のあれで行きましょうか。ダッシュダッシュ。バイト、よいしょ。お、来た来た、ナイスです。ナイスタイミング。あー、嘘、マジっすか。はい。ギリギリやれた。待てよ。うわ、マジっすか。行かれたなー、今。十分間に合ったと思うてんけど。やられた。まあ、待っときましょうか。とりあえず時間潰しに、もうだいぶでも揃ってきたね。ガチャだいぶ揃ったけど全然揃ったのばっかりな。巻物、天狗賞とか全然やってないよな。巻き固め、巻き固めとか覚えたいな。かっこいいよな。関節系やもんな。巻き固めはちょっとどうすんの、どうすんか。巻き固め、あー、前後ろか。とりあえずそうね。とりあえず、待たなしゃあないな。あと45分かな。お、走ってきてます。さして走ってきてる人の邪魔しましょう。抜かれた。やられたな。抜かれてもうたわ。とりあえずもう少しバス来るはずやから、15分、きっちり来るなぁ。さすが2本やね。よっしょ。まあゴロに紹介してもらいましょうか。さて、ほんならどう時間潰そうかなぁ。まあ練習するとして、またちょっとガチャやっておきましょうか。ガチャりましょうか。ガチャります。ガチャガチャ1回100円か。100円です。まああんまガンガン使ってる場合じゃないけど、ちょっとやっていくか。あ、まあバイトで貯めるのを想定してやりましょう。お、リオン、これはあ、パイスか。
パイですね。パイ上がりましたね。続けてみるか。続けてみます。お、ボール？あー、またか。またか。またっすね。続けてみるか。続けてみるか。いい、続けてみます。まあまあ普通よりかガチャガチャの当たる確率高いもんね。お、おお、ん？こいつは量やな。アキラか、アキラや、量じゃないわ。アキラ、アキラ、アキラ、アキラ。とりあえずもう少し遊ぶか。もう少しやってみましょうか。ちょっとブラブラしとっか。お、お、影、これは影ですね。オッケー。もう少し遊ぶか。ちょっとハゼ出てから行くか。あと一応まあこの辺ブラブラしとったらなんかあるかもしれんから、じゃあブラつきましょうか。お、またリオン、またこれか。うん、またリオン もらい好きやな。まあ、とりあえず続けてみるか。やめろ。やめとくか。とりあえずそうやな。あ、栗田さん喋ろうかな。栗田さん。ああ、あんたか。あの、悪いけど今人と話す。おお、そういう時あるんか。ゆり子ちゃんと別れたこと。え、別れた？もう一方的すぎたからさ。そんな話広めてるわけよ。あんた女は可愛い。ああ、ゆり子さんって誰やったっけな。いや、あのなあ、しばらくここの店番する気ねえか。あ、一つの恋が終わるたびに。おー、すげえな。いや、俺はちょっと興味ねえか。いや、ゆり子、ゆり子さんって、ゆり子さんっておったやろ。誰や、ゆり子さん。あ、バイトの、あ、ゆり子さんってトマトマートの、ゆり子さん、トマトマートだったかな。お茶は。すいません。なんすか。いや、別にないんかよ。ゆり子さんと付き合っとったんかよ。ゆり子さん、ゆり子さんって誰やったの。とりあえずもう春先に。はずきくん。あ、またあれか。春先。どうしたの。ん、そっちか。何かあったんでしょう。いや、喧嘩。いや、そうじゃない。お願い、危ないことはやめて。大丈夫。優しいですね。私、はずきくんにもしものことがあったら。心配するな。大丈夫っすよ。約束して。ああ、了解です。じゃあまたな。またね。とりあえず、よいしょ。おっちゃんに、服部さんに。どうも。お店どうですか。おお、そう、まあ、そこそこって感じかな。ここ最近サッカーに人気が出てきてな。私は嬉しくないんだよ。なんでな。やっぱり野球が一番だと思うんですね。あの、アットリさん、俺、急いでるので。またかい。ああ、そうかい。じゃあまたな。失礼します。失礼します。ちょっと会話変わったな。ちょっとほんだら、あの、会話変わってるんで楽しみましょう。おお、終わり。すいません。はい、なんだい。いや、買い物じゃなくて。なんだ、違うのかい。じゃあ、悪いけど棚の整理で忙しいんだ。あ、ごめんなさい。お引き取り願おうか。じゃあ、また。内容ちょっと変わってるな。ちょっとおやすさんにも。あ、これヤンキーには一緒か。ヤンキー一緒やな。てめえ、一緒やな。何なんだ。一緒やな。聞きたいことが。てめえと話す気はねえよ。あの、この野郎、生意気な面しやがって。
文句あんのか？え？いやいや、ないっすけど。聞きたいんだ。てめえ、うるせえぞ。無理やな。話しかけんじゃねえ。怖い怖い。一生、まあ、怖くないけど。おやじさん、おやじさんはどう？すいません。忙しい。今日中に納車なんだ。手が空いたら話聞くからよ。了解です。そうやな、せっかくスロット行くかな。スロットハウス。スロット。今時間あるもんな。あれ、これかもかな。すいません。いや、どうも。どうも。何かご用ですか。スロットしたいんですけど。あ、ごめんなさい。あれスロットどうするんだったかな。ちょく。6ヶ月さあかん。すいません。聞きたいことが。今面白いところなんだ。話しかけるなよ。並んだ。今日はついてるぜ。ついてるんや。ちょこちょこ行けるのかな。あれスロットだけ？100円で20枚か。なんで？なんか起こしちゃった急に。なんでな、びっくりするわ。やってみるか。いくら使おうか。とりあえず100円で。とりあえず100円でいきましょう。ベッドか。ああ、そっか、ベッドやねんな。お、当たったん？何が当たった？当たった？とりあえず。バッテリー待たなかんのか。当たってるのかあったのか分からないけど。でも重要になってるよな。ドン。当たってないんか。ここまでにしとくか。やめまーす、とりあえず。預かってもらえるのかな。すいません。いや、どうも、どうも。何かご用ですか。終わり？よいしょ、このまま帰りましょう。お客さん。ん？お客さん。何ですか？何？余った子にはこちらでお預かりしますよ。ああ、そうなん。じゃあ、お願いします。ああ、そうなんか。ありがとうございました。はい。そういうあれね。OK。とりあえず、とりあえず、このままちょっと買いまっか。一応。名前何やったかな。赤坂さんやな。どうした。そうだ、寮に似合いそうなジーンズ入ってるぞ。入っちゃいますか。履いてみろよ。いや、今度にします、今度にします。 それじゃあ OK。
とりあえず帰りましょうか。なんかイベントとかないかな。お、山岸さん。山岸さん。もう、りょうくんか。りょうくんです。やっとるか。やってます。元気にしてます。そうか。あ、誰かおる。これタコのうんちゃんだったのかな。野村さん。ああ、野村さん。タコのうんちゃん？もしかして。毎日寒いな。そうですね。よいしょか。おお、こんなとこに中村が。何？よいしょか。何してたんだ。ああ、一緒や。ブラブラしてるの、息抜きに。うん、息抜き多いな。受験勉強の。そうか。将来ね、保母さんになりたいの。分かってるよ。だから頑張らないとね。小さい子好きだから。いいね。頑張れよ。保母さんどころか、いいお母さんになりそうかにやね。いい。田島。田島。え？あの聞いてよ、のぞみったら。んこの頃また元気ないのよ。聞いても教えてくれないし。時々泣き出す。それはどうしたんだろう。どうって、もうお前のせいやろ。気をかけておくか。ああ一応あ、珍しい。遊ぼう。めぐみちゃんやん。めぐみちゃん、お兄ちゃん、今度逆上がり教えてね。全然教えるよ。約束だよ。ああ了解です。また今度ね。ちょっとあれか、声かけてこうか。一応反対側行こう。なんか違う道から行けばなんかあるかもしれんから。ムービー違ってくるのかな。それとも言葉一緒かな。一応チーンってなったからなんかあるんやろな。ここヤンキーなんかなかったっけな。前戦ったような気がすんねんけどな。とりあえずおい、えのき。えのき。はずきじゃねえか。終わりか。よ。よ。なんだよ。とりあえず。すいません。ダメだね。最近疲れ気味でね。疲れ気味なんすか。了解です。とりあえず、あ、友達の名前やったかな。いや、何してたんだ。あ、実は考えてたんだ。ん、何考えたの。腹減ったな。そっちかよ。国行こうよ、たまには。釣れねえな。お前や。じゃあな、じゃあな。食いに行こうよ。原崎会話どう違ってもらえろ。原崎変わる？葉月くん。原崎。どうしたの？あ、まだ一緒か。何かあったんでしょう。なんか違うんかなと思うけど。喧嘩？いや、そうじゃない。一緒ですか。お願い、危ないことはやめて。大丈夫だ。私、葉月くんにもしものことがあったら。いや、こっちも。原崎のことは何かあったら心配するよ。約束して。ああ、じゃあまたな。かわいいっす。よ。お、お兄ちゃん、野球しよう。また今度な。オッケー。もうとりあえず情けやから帰りまっか。なんか内容変わるんかなと思うけど変わんないな。ほんま中村と田島は仲いいね。とりあえず
ょっとおばちゃんに。三島さん。三島さん。りょうちゃん。夕べは寒かったわね。ああ、そっちか。でも、りょうちゃんはいつも元気そうね。まあ元気っすよ。まあ元気は取り柄なんで。オッケー。行きましょう。なんも情けやね。いつも通りかな、猫ちゃんは。おお。元気になりましたね。なでる。寒くないか。毛布とか持ってきた方がええんちゃうの？サブコイン。寒くないか。かわいいね。俺のことも覚えてくれたみたいだな。かわいいっす。OK、行こう。しょう。で、行きましょう。OK。ちょっと道場で練習しようかな。とりあえず明日やな。明日。行きましょう。ペンポンケン。お。奥さん。奥さん。涼さん。心に迷いが出たら道場に来てください。稽古の相手をしますよ。お願いします。とりあえず稽古しとこう。でん。でんでんでん。稽古してみるか。動かします。一汗流していこう。まあ年の早しな。焼酎かわしてリモンかわしてリモン焼酎あれかわしてリモン焼酎をかわしておかわしてリモン焼酎ああなかなかトゥーおうよいしょーあーマジ逆かオッケー、だいぶパワー上がってきてんな。ここまでにしておこう。まあとりあえずしましょうか。だいぶ上がってきた。よいしょ。もういつも練習してるもんな。昔こんな練習しなかったもんな。しかし昔と違ってなんかブラブラしてるから。会話が誰々と付き合ってるとか誰々と知り合いとかっていうのがあるんで面白いですよね。葉月武漢って福さん一人だけなん？福さん一人だけですか。一応会話一緒かな。リホさん。早かく申しませんが、そっちね、ご無理をなさらぬように。了解です。それじゃあ、姉さん。はい。だいたい寝るのって何時ぐらいなんかな。7時じゃ無理よな。8時ぐらい？ああ、やっぱ無理やね。ちょっと、時間潰すのあれやな。お。こっち側は何になってんねやろ。そっか。今ね。今すか、テレビつけられんのかな。
しか懐かしいなあ。開けれるわ。おお。すげえ。セガサターンやん。サターンあんねんな。すげえ。なん。サターン出せるんや、知らんかった。面白。ゲームはできへんのかな。ゲットできへんの？ゲットできへんか。すげえ、あんねんな。みかんは食べれる？食べちゃいますか。うん、朝無理か。すごい、サターンがあったとは知らんかったな。この辺見てないかな。まあ、時間あるから。一緒か。一緒か。一緒やな。OK。でもサタンがあるとはな。意外に知らんかったな。ドリキャスやったらおもろいんけど。あ、でも時代的にドリキャスってことあれへんか。ドリキャスなわけないな。よいしょ。でね、この間、まあこの間、この間って、まあ、昨日か。昨日になるんですけど、友達と会いに行ったんですよ。まあ、昔の友達とね、高校ジムから友達なんですけど、で、友達が最近そういう昔のゲームを集めてるんですよ。昔のゲームを集めてて、あれ、ちょっと8になってないな。集めてて、ね、まあ、スーパーファミコンから、ドリキャスとか、あと、さっきのサターン。で、64。あと、何やったかな。PC エンジン集めてないかな。あとの、あ、そうか、プレステのとか、プレステ2とか集めとったらしいんですけど、ほんで、ね、懐かしいゲームを今、なんかゲットしたらしくて、なんと本体が100円とかやのに、ソフトが2000円とかするらしいですよ。値段設定がだいぶ違ってるんですけど、それでなんか聞いたんですけど、この、サターンにしろ、ドリキャスにしろ、昔ってプレステとセガと、戦っとったんですよね。セガ対ソニーやったんですよ。で、僕セガ派でやったんで、セガばっかりサターンから、ドリキャスとか、まだやっとったんですけど、で、そのなんか話聞いたら、このドルキャス自体がすごいスペックだったらしいんですよ。で、今やったら全部ネット情報あるじゃないですか。当時さ、からモデム使って、ネット対戦もできたらしいんですよ。全然知らなかったんですけど、だからスペック自体は、プレステールが全然すごくて、でも、結局、なんや、昔の、これ、まあ、若い子は知らないと思うんですけど、ベータ対 VHS、ビデオテープの時代の形なんですよね。今、まあ、その世界自体が、ベータ状態で結局ね、なくなっちゃったんですけど、その時はスペックはすごかったらしいですね。っていう話ですね。まあ、とりあえず、もうそろそろ寝れるかな。お、寝れますね。ほんじゃ、寝ましょうか。そしたら、最年長実況ゲーマーの竹でした。